現代文大丈夫なのかとか、英語の長文やっていいのかって言われる。数学とかはどうなんですか。でも過去問発表なのかと、設問しか見れないですかね。だけど日本はそれを導入しようっていう動きは何回もあるけど潰されてて実現してない、入試問題って書き換えまくるじゃないですか。あれは OK なのか。では始まりました、ごちゃチャンネルです。で今回ですね、弁護士の方においでいただいて、クイズノックです。そう、そっちになっちゃったと思って、クイズ伊沢拓さんです。あっちでタクシーですね、多分ね。まだ似たようなもんですね。井上拓と申します。フロンティアチャンネルっていうタイトル、タイトルの通りですね、フロンティアしている挑戦的な人のインタビューと、法律の解説などをやっております。どうぞよろしくお願いします。弁護士の仕事、具体的にどんなのやってるんですか。そうです、もともと工学部、理科一類から工学部行ってるっていう経歴を生かそうと。そうなんですね。だから東大うもう理系っていうところから行ってるんで、知的財産が親和性が高いんじゃないかと。外からも言われるし、僕自身もやっぱテクノロジーとか好きだな、かっこいいなと思ってたので、IP とか言われる、そうですね、いわゆるインテレクチャルプロパティで特許と、コピーライトですね、著作権、あといっぱいありますけど、一般的にこの方が有名ですね。でも、知財ですね、あと訴訟もやってますけど、で YouTuber たちなんですけど、結構ね言われるのが、入試問題出して授業を解説していいのかっていうのは、これ難しいですね。結構言われるんですよ。現代文の大丈夫なのかとか、英語の長文やっちゃっていいのかとかって言われるんですけど、その辺のことをですね、全く打ち合わせもないのにいきなり聞くっていうね。これ後で間違ってたら全部ボツになる。後でチェックし、これ流れてるってことは合ってたってことなんです。なるほど。あるいはテロップめっちゃ出てくるかもしれない。これもともと黙認されてたけど、厳しくなって予備校の赤本とかから消えてったっていう話だと思うんですけど、現代文ね、赤本全然載ってなかったりとか、あとは予備校にこうバンって貼られるの結構あったんですよ。ヨゼミとかこう貼ってあったんですね、この現代文のやつとかっていうのもバッサリなかったりとか、で各大学も結構入試問題過去問って言って発表してるところあるんですけど、英語と国語の、ね、本文がもうバッサリないと、それも過去問発表なのかと、設問しか見れないですかね。設問発表やと。そうです、もう本当に。で僕自身もですね、もうすごい熱く語っちゃうんですけど、これだと、黄色本って言って角川が出したことがあったんですね、この過去問赤本に勝つみたいな、赤本より全然詳しく書いてるし、色もいっぱいあってすごく良かったですけど、結局売れなくて絶版なんですが、僕すごい苦労して解説書いたんですよ、忘れたの。そしたらですね、丸々著作権上載せられませんで、BBC でした、そこは。許可取れなかった、先に言えって解説書く前に言えって思ったんですけど、これもだから流れがもう決まってしまった感じですね。アメリカの話を一瞬絡めますけど、よく言われてますけど、フェアユースがあるかどうかって大きくって、著作権って基本的にはコピーじゃダメだよっていうことで、もうダメなのが大前提なんですね、何やっても基本ダメだよと。だけどそれだとあまりにも堅苦しいので、こういう場合はいいよっていう権利制限規定っていうのは何個書いてあると、でその中にこう一個一個のどれにも当てはまらないような事例っていっぱいあるので、こうバスケット条項って言うんですけど、どれにも当てはまらないけど、公益目的でこんな感じだったらいいじゃんみたいなふわっとした条項を入れることがあるんです、国の法律を作るときに。それをフェアユースって言うんですけど、フェアに使ってるからいいじゃんっていう、そのフェアユース規定はアメリカがあるので、こういう事例でも、実際に判断がどうなるかともかく、権利制限規定どれにも当たらんけど、フェアユースで救えるっていう立論はできるんですよ。だけど日本はそれを導入しようっていう動きは何回もあるけど潰されてて実現してないので、でこの個別の権利制限規定を一個一個見ていくと、入試だからといってそれを使う、それ自体はいいとしても、その後にですね、予備校とかがそれを使うっていうのは救えないということで、なかなかこう立論ができないんですね。だからもう本当に個別に著者さんにお願いして取らないといけないっていうふうに、もともとなってて黙認されてたのが、よく考えたらそうだねって原則論に戻ったって感じですね。確かに、予備校とかもそうですね、結構著作権元許可とかってね、ありますか。YouTube 上はどうなんですか。 YouTube も同じですよ。ただ、引用っていうでっかい権利制限規定があるの で、 そうです、ね、引用でやるしかないと思いますけどね。だからあくまでも講座の解説が主ですと、いうことで、そこの中でそれのなんか一部としてちょろっと原文の一部をこう説明するとかいう感じだったらいけると思いますけど、そうです。だから大丈夫なんですよ、そこもただ呼びのことをもう気にしてる人がめちゃくちゃ多くて、もしですね、私たちがダメとかって言うんだったら、漫画とかドラマとか解説してる人たちどうなんだっていう、
けなんですけど、まあ、特に漫画なんてそのままこうボンと引用でもボンと出してやってるチャンネルいっぱいあるんですよ、うんうん、ワンピースがすごい多いんですけど、あ一画を全部出して、そうです、画とかそのコマとか全部出してやってるチャンネルってたくさんあるので、うんうんうん、それ大丈夫だって言ってるのに全然分かってもらえないです、うん、そうですね、ちょっと面白い話があって、そうフェアユース規定がないので、うん、黒と白の間をフェアユースで守れないから、はい、日本の場合は形式上当たっちゃうけど基本権利行使しませんっていうグレーゾーンっていうのは結構広くって、はい、で普通グレーゾーンって監督官庁とかってあんまり積極的には認めたがらないんですけど、はいはいはい、変なんで白でも黒でもない、うんうん、著作権の場合それ多すぎて監督官庁の文化庁自体が寛容な利用っていうことで、はい、こんなんありますよねってもう書面に書いちゃうぐらいなので、はい、まあ、意外とその形式的に著作権侵害に仮に当たっても観光上を行使しないっていうのは、まあ、認めてるとは言えないんですけど、だけどまあお国がそんなんあるよねっていうレベルにはなってるので、はい、無謀なことやっちゃダメですけど、そこまで気にしすぎるのもまあやりすぎかなっていう、なるほどなるほど、ちょっと特殊な事情が、まあ確かにそうですね、漫画全部乗っけちゃったらそれはダメですからね、もう完全に1話分全部乗っけるとか、そんなの絶対ダメですからね、調査の権利が減るかどうかなんで、それ見てさらに買おうって思う人がいるんだったら全然ありですけど、 そうですね、それで見たらもう本買わないっていう方向の内容だとアウトになる可能性が高いですね。入試問題なんてね、そんな一冊丸々分絶対出るわけなんかないわけ、そうそうそう、ほんのちょっとしか出てこない、うん、たったの一部しかないので、うんうん、ただ入試問題って書き換えまくるじゃないですか、あれは OK なのかっていうのは、え、知らなかった、書き換えてるんですか、入試問題って原文かなり書き換えてるんですよ、え、長大とかも全然違いますよ、相当書き換えられてます、あ、そうなんですか、あ、それ知らなかった、それはダメですね、本来は、ね、ですよね、うんうん、そこが僕は納得はいかないというか、え、そんな書き換えた上でなんか接続詞を埋めようとか、 なんかタイトル選べとかやってるんですか、東大のこの2020年もう選択肢自体違いますからね、穴埋めせよって言って、穴埋めの単語原文と違いますからね、なるほどなるほど、でこんなんいいのかと、大丈夫じゃなさそうですけどね、入試とかで使えるっていう規定もちろんあるんですけど、はい、そのために改変していいかどうかっていうのはなんかちょっと一部改変って書いてるとこ、うんうん、ほとんど、あ、ちゃんとそこは書いてるんです、大学によってはちょっと一部改変って書いてる、一部改変しちゃダメだろうって、確かに確かに、なんかね、人格権とかいろいろヒットしそうですけども、それ許可取って、うん、国語とかだと入試は筆者に後に行くんですよね、お知らせが、そうですそうです、そうしないとまあまあバレますからね、俺の出るらしいぞみたいな話バカ売れしちゃうみたいな、でお金が入って、そうですね、保証金が出ますね、筆者が解いて間違うでももうおなじみのあとは教育だったら結構緩まるっていうのがあるじゃないですか、うん、そうですね、それはおっしゃる通りで、まあ、最近のコロナの影響でちょっと法律は追いついてなかったんだけど、いろいろまあ文科省が頑張って、法律でいうと公衆送信になりますけど、こういう YouTube とかこういうのを使って授業をする、はい、特にいろんなものが映ったりするじゃないですか、うん、でそれの権利処理が今の法律だとちょっと弱かったんですけど、うん、まあ、こういうコロナの特別な状況なのでどんどん攻めてけみたいな、攻めてけっていうインタビューをやってたんですよ、はい、この人超珍しくって、はい、文科省の中の役人の方がまさにこういう感じでインタビューに答えてて、教育関係者の皆さんへと、で今は本当にこういう時期だから消極的に権利侵害になるかもと思ってビビってる場合じゃねえみたいな、もうこういういろんなツールがあるんだからどんどん使って DX を進めていくべきであるみたいな、で我々も頑張るから、デラックスですか、デジタル化ですね、はい、あれはどうなんですか、学校で普通にコピーしてなんか配ったりするのも結構なんか緩いって聞きます、ね、あ、そうです、学校でコピーして授業のために使うのは OK ですね、そもそも、うん、やっぱり大丈夫ですね、ただ YouTube とかで似たようなことするとそこまでいけんのかいみたいないろいろ疑惑があって、はいはいはい、それをこうどんどん広げていこうって感じですね、寛容になって完全にあの流れというか政府のメッセージとしては本当に違法なことやれと当然言えないんだけれども、うん、できるだけそこをビビって止まるんじゃなくて教育のためにもっと積極的にいろんなツールを使ってやってほしいっていう公式のメッセージを出しました、うんうん、概要欄のところにもあった方がいいんですか、この大学のとかこの本のですとかっていうのは、もちろんもちろん、あの概要欄に書くことが必須ではないですけど、はい、あの引用の要件の中にあの出所って書かないといけないので、はい、どこどこの本ですっていうので、ね、概要欄にあればますますベストですけど、うんうん、本当に権利行使をあえてしないとか変な感じであのまとまってる謎の持ちつ持たれつの社会なんで、はい、できるだけ誠実にいっぱい書いて、ね、古文なんて特に全くないですからね、著作権とか、ね、あ、そうですね、切れてますからね数学とかはどうなんですか、
問題載せるとか。あ、数学の問題か、はい、大学が作った問題を載せるとかっていうのは、うんうん、あでもめっちゃ良さそうな気がしますけどね。これめっちゃいい問題ですね。めっちゃいい法的な問いかけとして。そうなんですね。定理とか法理とか自然現象はそもそも著作権対象じゃないんですけど、はい、問題文になると、はい、まあ、ありそうではあるものの、はい、契約書って著作権が基本発生しないんですよ、はいはい、で契約書の文言ってそもそもこういうことを実現するためにはっていうことだから、もう幅があんまないですよね。お A は B に何々を売るっていうのの書き方ってもう1個か2個しかないから、うんうん、だからそういうふうにこう表現の幅があんまなくて、単にこの事実を記すだけみたいなやつと著作権の対象にならなくて、はい、数学の問題って表現方法ってそんなのないじゃないですか、はいはい、点 P がこう動くっていう説明するのもこれしかないじゃないですか、はいはいはい、だからそう考えると著作物性はかなり否定されるか、まあ、あったとしてもすげえ保護が薄いのかなと思うので、あ、なるほど、だからコピーしておかしいみたいな主張はあんまり想定しがたいなという気がします。数学国語とかと違って、うん、数学に関してはやっぱ確かにそうですよね、うん、A 子ちゃんがリンゴを1個取り口とか、そう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 ちょっと A 子ちゃんもリンゴも同じじゃないかみたいな、これを禁止された時の問題の作り方めっちゃ困るっていう。みかんにして次みかんが誰かに取られて、だんだん果物がなんかドラゴンフルーツとかこうどん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 ね、狭い領域に入ってドリアン、そうそうそう、あもうドリアンも取られたみたいな。変な話なんで。なるほど、まあ、そうなってっちゃったら確かに多いですね。そうですね、おかしな話ですね、うん、いやこれはものすごいいい話を聞いたんじゃないですか。これは殺到じゃないですか。もう、あもう予備校業界から、予備校業界から。ぜひぜひこれですね、井上先生に著作権について聞きました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。